岡先生おっしゃってくださったように、2010年に縁があって、農業研修場の管理人兼、百姓見習いを始めました。で、私当時66歳でしたけども、その時に人生66年の中で一番最高の1年だったなというふうに今でも思っています。その時の楽しい話をすればですね、1時間2時間ですけど、今日はその場ではないので。で、1年目はですね、ビギナーズラックもあって農業も米もうまくできてですね、2年目という矢先だったんですね。で、会社としては IT 企業なものですから、若い人たちが多いということでですね、もう研修所としてそこで研修することは無理だということで、いろいろあちこち探しましたけれども、結果的には、再開を断念するということでですね、先ほど大川先生から話があったように、それまでは会社からと東電からとそれなりの当時の所得は保証されていました。で、来年も頼みますねって東電の窓口に行ったら、いや伊藤さんもう去年で終わったんだよって言われてですね、一方的にですよ、加害者が決める。実はこれはですね、私が6年何ヶ月間東電と交渉して過程でしてくる過程で押し付けられた非常に不条理な戦いなんですね。被災者がですね、加害者に助けを求めるんですよ。こんなバカな話が世の中にありますか。4年で勝手に打ち切っておいてですね、ああ伊藤さん運が悪かったねって、あとは自分で就活しなさいって。でもその時点ではですね、もう就活っていうよりも終わりの就活の年代ですよ、70過ぎて。にもかかわらず一切受け付けてくれないんですよ。例えばこの間ですね、農林業、商工業については、農林業についてはつい最近3年間の延長が決まりました。それから商工業者もそうです。なんでなんでしょうか。で、私は非常にひねくれじじいなので、要は圧力団体のない個人切りやすいところから切って賠償額を圧縮するという路線だろうなと思ってます。例えば農林業についてはですね、圧力団体 JA があります。何をするかというと知事に陳情します。で、知事はですね、東電の社長を呼んで賠償継続って、今回も3年になりましたけど、最初はですね、東電は知事に2年間っていう回答をしました。でも知事はそれじゃダメなんじゃないって言って3年を今回受託して延長したんですけども、商工業者もそうです。商工会だとかっていう圧力団体があって知事を動かして、私は知事を動かす力もないので、そういう切りやすいところは切っていくっていうのはとてもとても私は納得できない。平成27年の、3月、まあ、2月いっぱいをもって打ち切りというのは、これはその前年に、平成26年の2月24日に、東京電力が平成26年3月以降の就労不能損害にかかる賠償及び避難指示解除後のご帰還に伴う就労不能損害にかかる賠償のお取り扱いについてというところで、原則として平成26年3月以降の就労不能損害については、同月、1日から平成27年2月28日までの12ヶ月間を上限として賠償を行うことを原則としということで、基本的にまあその時点で、1年後にはもう賠償を打ち切りますよと、就労不能損害については打ち切りますよという方針を立てて、それに伴うものであるということです。で、まあ、これに対しては、もうその当時から、福島県弁護士会をはじめ、いくつものところからこれはおかしいじゃないかと、やはりその、今も実際にこの被害が継続しているし、個別の事情を全く無視しているような、こういう賠償のあり方という、賠償の打ち切りというのは到底許されるものではないというふうに、まあ、さまざまな意見表明がされていたものの、東京電力はこれを強行し、まあ、多くの人たちが、まあ、こういう形でですね、補償を受けられていないという状態が続いているということで、やはりこれについては
根本的にやはり問い直されなければならないであろうということで今回提訴に至っているということをご理解いただければと思います。